セグンダ降格が決定したグラナダを率いるホセラモン・サンドバル監督が心境を明かした11日スペイン紙マルカが伝えている2つ目の降格クラブが確定したパコ・ロペス氏が率いるセグンダ優勝クラブとして1年でラリーガに戻ってきたグラナダだったが序盤戦から降格権をさまよい続けることに開幕から9敗目となった第14し終了後にこの異端児 お解任すると、後任に据えたアレクサンデル・メディナ氏も立て直すことができず、今年3月にホセラモン・サンドバル氏を招兵しかし11日、今節レアル・マドリード戦での勝利が残留への一つ目の条件だった中、一足先に試合を行ったマジョルカが勝ち点3を積み上げたため、その時点でセグンダ降格が決まった。結局 降格が確定した状況で望んだレアル・マドリード戦は0対4の大敗となったグラナダ。試合後にサンドバル監督は、選手たちの努力が尊厳あるしという形で報われなかったのが残念。まだ3試合あるから、未来に向けた何か良いもの気づくことができるはず。それこそが我々に残されたものであり、そう信じて前向きに頑張ろう、と心境を明かした。またサンドバル監督は 私は最初の瞬間から彼らの表情を見ていたが、中には涙を浮かべる選手もいた、としつつ、何が待ち受けているかを知っている状況で臨まなければならなかった。少しでも良い試合をして、サポーターに誇りに思ってもらおうと我々は努力したけど、物事を滞りなくこなす機会のような相手には通用しなかった。他の状況であれば、もっと立ち上がることができたはずだ。 とと感情的に難しかったことを語ったたこを語最後に「サポーターのクラブに対する思いは決して揺るがないもの」と強調した同指揮官はこのクラブの93年の歴史を尊重しなければならない。我々は失敗を犯したことを自覚しこの状況から立ち直るために物事を構築し始める必要があると悲劇。続けてかつてとても悪い形で降格したけどそこからの再建と昇格。 さらにはヨーロッパリーグでプレーするまでに至った。あの時、自分たちが何をしたのかを思い返そう。ポジティブな面を取り入れ、この列車が再び走れるようにレールに乗せないとね。我々はリセットしなければならない、と再出発を誓っている。1年でのラリーが復帰を目指すことになるグラナダはまず、今シーズンの残り3試合をどのような形で締めくくるのだろうか。